武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は慶応義塾大学の環境情報学部の2017年の小論文の勉強について話していきたいと思います。小論文ですが、時間120分で配点が200点という形になっております。でここの、SAC の2つですね、環境情報と総合政策の小論文は非常に特殊でですね、で、主にですね、与えられるお題としてその共通しているテーマが毎年ありまして、要は一つはその SFC に入って、環境情報総合政策に入って何がしたいか、その学びたいことがちゃんと自分自身で考えられているかっていう点と、自己解決能力、例えば資料を読み込んでどういう、この情報からどんな情報を使ってどんなアプローチなり自分なりの見識を持てるかっていうことを試されるような問題が、多いので、要するに典型パターンの問題を覚えておけば対応できるというものではなくて、その場で考えて自己解決してちゃんと自分なりの回答を出すという能力が必要になるということですね。そういう意味で小論文の書き方を学ぶ必要はもちろん参考書でやっておかなければいけないんですけど、一番重要なのはその過去問の理題とで、回答を作るだけじゃなくて回答を作るための手順自体をかなり丁寧にやり込むっていう、意識が必要になってきます。で、2017年、環境情報に関しては環境情報学部でどんなことを学びたいですか、そのためにどうやって学習していきますかっていうことを、聞かれるような問題が出ています。でこれ自体はですね、やはりそのいきなり出されて何も考えてないでいけるかというと、やはりどうしても難しいものなので、そのただ最初から例えばホームページなどでそのどういう研究テーマがあるのかなとか、研究室とかどんなところがあるのかなとか、 SSC の学生はどんなことを勉強してるんだなみたいなことを調べてて、プラス小論文の書き方があれば、割と回答はその本当に行きたい人だったら分かるでしょみたいな試験なんですね。なのでそういった部分に興味を持つというところから始めていく、その準備段階としてですね、小論文の書き方、そのものを学んでおく必要がありますので、田村の優しかたる小論文などから始まって、小論文の完全攻略本や、小論文の完全ネタ本の社会科学編などですね、このあたりをしっかりやっておいて、その上で過去問、総合政策環境情報両方ですねやっておいた方がいいと思いますが、そちらの、解くこととその書き直しリライトですねを徹底的にやり込む、で回答をただ作るだけじゃなくて、その情報を集める段階も課題文の読み込みなどですね、こういった部分からどういう情報をどんな風に読み取ってどんな回答を作るかっていう設計図段階、回答にする前の段階の作業もしっかりやっていって、時間フルに使って答え出すところまでの練習を、やり込むように心がけてください。以上が小論文の勉強となります。